いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルフォルクスワーゲンティグアン TSI ハイラインをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに飛び石とボンネットに同じく飛び石があり、左のフロントフェンダーに数箇所飛び石と、左フロントの窓ガラス部分に傷がございます。右リア以外の3枚のドアのうちの部分にそれぞれ傷があり、右リアのドアパネル部分に数箇所線傷と、左リアのドアパネル部分に同じく数箇所線傷があり、トランクパネル部分に線傷がございます。リアバンパーに数箇所線傷がございます。走行距離に関しましては約2万1000キロと低走行なお車です。外装色はディープブラックパールエフェクト、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。2017年にフルモデルチェンジが行われたフォルクスワーゲンティグアンでございます。エクステリア、インテリアともに大幅なデザイン変更が行われ、現代のフォルクスワーゲンらしい洗練されたデザインとなっております。またこちらのお車にはレザーシートパッケージとセットオプションのパノラミックスライディングルーフが装備されておりますので、インテリアの快適性と高級感が格段に向上しております。ヘッドライトには LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては 1.4 リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載され、最高出力は150馬力を発揮します。アルミホイルは純正の18インチのアルミホイルが装着されております。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトも LED が採用されており、デザイン性視認性ともに優れております。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。ティグアンでございますので、トランク全体十分な容量を確保しており、スーツケースを収納することが可能です。また後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またアダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正のタッチスクリーン式ナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラと360度のカメラが装備されております。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては6速のオートマチックシフトが採用されております。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。
スペースも十分に確保されておりますし、後部座席にもシートヒーターが備わっておりますので、ゆったりとドライブを楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、ペットの匂いが若干残っております。では今回は2017年モデル、フォルクスワーゲンティグアン TSI ハイラインをご紹介させていただきました。150馬力を発揮するエンジンと6速のオートマチックシフトが組み合わされておりますので、 SUV モデルではございますが、軽快な走行を楽しみいただけます。またレザーシートパッケージやセットオプションのパノラミックスライディングルーフ、アダプティブクルーズコントロールなどが装備されておりますので、安全かつ快適なドライブを実現した一台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。